ワンツリー5000円で誰が一番 UFO キャッチャーで豪華なもの取れるか。うわー5000円、金ねえもん。だって1万円は3万円かかるわけでしょ。お前らもお金ないんだからさ、1万円より5000円の方がいいでしょ。マジで嬉しい、ありがとう。まあ実費で5000円で誰が一番豪華なもの取れるか、もう単純ね。でその判定としてはお菓子とかだったら安いやけど、ぬいぐるみ、でっかいぬいぐるみ2個とかだったら高いやで、こっちの方が勝ち。商品の金額なの、大体のね、俺たちが予想した。でもお菓子大量に買っても、でもそれは換算されるよ。見た感じの豪華さがあるもん、ね、もう見た感じだ。まあだから見た感じでいこうよ。まあどうせつくでしょ。下手だもんお前ら、陽キャッチャー。どうせ私一回も自分取れたことないでしょ。おい、どうせ下手くそなんて。おいのくせ。おいのくせ。だからぬいぐるみ欲しいから取ってね。なんで俺がさ、お前みたいな女に見つかなかったの。終わったって。と、ね、いうことで順番決め。俺めちゃくちゃうまいから最後行くわ。どうせお前ら取れたくないでしょ。じゃあまあいや、1番いってよ、ハルチ。あ、まあ、1番の方が好きなもの取れるから。あ、じゃあかぶっちゃいかんことにしよう。じゃあ1番いきます。お前1番いけ。2番いきます。じゃあ俺3番ね。まあ、俺がうまいから、どうせスイッチとか取っちゃうよ。ねえわ、プラスになるよ俺。プラスになるよ俺。ということでじゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあハルチお願いします。行ってくれ。お願いします。はっ、レッツゴー。私はぬいぐるみを狙っていきます。はい、お前これ欲しいだけやろがい。はい、はいじゃねえよ。こんな犬より生の犬の方がいいやろが。そりゃそうだろ。いくよ。こいつを取れるくらい大きさ。え、待って、いった。これ多分無理だよ。4番キッチン。え、胸焦った、マジで焦った。取られたら負けがない。200円目。お、スヌーピーにこだわるか。いや、これいけんわ。バランスがある。お、ぶね。こいつじゃ無理。これむずいな。間違えちゃった。バカじゃない。物理無視してる。間違えちゃった。確かに、確かに、よかった、嬉しい。今500円目使った。全然ゼロで終わる可能性あるぞ。あ、少ないな、5000円って。より少ないでしょ。俺ね、最高ゲーセンで1日2万ぐらい使ったことある。近くより体張っとるやん。だってくれんもん。よし、おい、こんな小物狙って。まあでも確かにね、ゼロやればいいもんね。いや、これゼロの可能性あるから絶対。一旦こいつでゼロを防ぐ。そんな適当にやっちゃ取れんで。宣言するお前取れん。そういう。あ、これむずいよ。希望がないわ。ズンさんって何も希望なかった。ただ擦っただけだよ今。同じことの繰り返しやけど。いやー、プロ。いや、これむずいな。むずいね。でけえはずねえよ。手前のやつ取れんかったのに、奥のやつ取れるわけない。一回も取れてない。うわ、出た。うわ、これさっきハルチ取ったって。これ初めてやって1回目取れたって。取ったって。まあそれが本当かどうか教えてもらおうか。じゃあこれなんか確率でやるやつみたいな。どれかに引っかかればいいみたいなやつ。これね、濡らさなかったって言ったのか。お前は確率に頼るのか。そうそう、揺らせばいける。揺らせば。そうそう、いやいやいや。いや、でもこれ確率だからさ。いやいや、マジ確率だから。ちょ、あとボッツやろうよ。そうだね、待てよ。あ、待てよ。確率だよ。揺らせ、揺らせ、揺らせ。いける、いける。俺らも悔しいよ。食べやがった。悔しい俺らも。はい、コパンジュース出た。このキモいキャラなんか好きなんだよ、ハルチ。あ、やばい。もうちょっと右だったよね。お前が押したったの。お前が押したんだって。そうね。焦った。どうすんの。だってさ、こういう大きいやつの方が取りやすかった。おい、あんまヒント与えんなお前。嘘。
出たこいつを可愛いって言っとった。お前はね、私利私欲のために撮ってんだよ、撮りたいもんを。次撮れたらおもろいけどな。やばい、毎回おもろい。かわいそう、顎強だよ。あ、無駄にした。あ、もう何してんの、無駄にしたわ。あ、でも肩入った。肩で撮れるかい。こいつこいつ煽った。じゃあ注目で次の顔に、次の顔にこっちある。おっ、あるもう顔も顔も無限化だった。じゃあマジでハンド欲しいんだ。誰がこれ、カメバック。ヤドカリな。すいません、カメじゃない、ヤドカリ。お前ヤドカリ。カメにねえだろ、こんなでかいハサミ。不動産落ちる。同じミームじゃん。これ欲しいやんか。1回だけじゃあチャンスで俺が代わりにできる券あげていい。あ、いいよいいよ。1回だけだ。マジでふざけたよ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 。マジでこれ 0.2 円ぐらい。でもみんなが取れんかった場合、これで勝利するから。勝利よかったよ、よかったよ。本当に助かった。これで0は負けられた。嬉しいか、あの緑の。もうこっちも向いてくれなくなったし、ヤドカリさん。こいつおもれえよ。1回止めよ。あれか、あっちのコイキングを欲しい。こんな雑魚ポケモンいらんわ。希望が見えませんね。間違ってる。1回で取ろうとするやつはマジでバカだ。ほらまた同じのやる。また犬だよ。本物の犬買った方がいいわ、これに金使うなら。あんな上で弱くなるかもしれない。ぼかしに作戦変更するし。えおー、ビビった。かすりもする。いやでも一応緑のね、石があるんで。緑の石は取れとるから。あ、絶対あの取れとるぞ。マジでいらんね。でもさ、いらんとか言っとるんやん、もう正直。絶対甘めの挑戦しますね。あ、手前すぎるって。かすりもしんがな。あ、ボールを当てたら、これマジでいけそうやん。判定できんだよ。いけるよ。あ、それならいけるな。おー、やばい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 。でもマジでこれやばいな。ちょっとずつ進んでますね。金ないなと。3000円分ぐらい。もったいねー。よいしょ。簡単なやつでこんなそんなことすな。あと14回、14回でこいつを。あ、これ動かせる気しない。でもここでやめたらいいの。めっちゃ無駄だよ今までの。さっきの中にちょっとやる。あ、動く、ちょっと動く。いや、これも繰り返してしようと。え、動いた今。ほんとあと1センチのところが落ちるんだけどな。聞くわ、あと14回よ。どうするのか。これ1回かけるか。いや、マジで無理な気がする。もう絶対無理やもん。もう邪魔でちょっと。残り12回。顔顔顔顔必死。うわぁ。でかっ。弾の奥だこれ。弾様、こいつのために。こいつのために。弾がこいつのために。あー、言われないよ。もう撫でるだけだ、もう撫でるだけだ。弾様、撫でるだけや。してる方が可哀想だね。このクマに失礼でしょ。ここで追えるやつおる。このクマにじらしプレイして。だって無理じゃん、今見たでしょ。今のは無理でも次はいけるかもしれんやん。だよね。うわっ、うわっ、うわっ、うるせえ。うるせえ。マジビビったわ。全員こっち見たわ。ガー、取られた。ちょっと見せて、そのクマをちゃんと。そんな感じで。スカート履いてんの。気持ち悪いな。ダメよ。くそ、やばい。ハルチ今1個取ったか。
あと9回。可愛い。こういうの可愛いとかっていう女子無理。やるんかい。あるあるか。あ、欲しい。日差しのクソもねえな。これむずいだろ絶対。落ちるだろ。あ、もう分かってきたわ。肛門こっち向けんな。しまった禁止だ。あと5回。もうこれ無理だって。お、危ねえ。前落とし作戦か。こんなん取ってもどうせ猫のおもちゃになるだけだわ。あと3回ださ。本当にこりんなこいつ。まあでもね、分かるよ、取りたくなる気持ち。ガムちゃんにする。うわっ、まだある。うわ、マジか。最後の最後で1個行きやがった。うわ、マジか。こいついけるよ。おい、目型の巨人やん。やばいやばい、こいつやばい、こいつやばい。カービィか、いや、でもちょっと転がしていけんのが強い、これ激ヤマ設定。店長こんな普通に買えば、もっと安く買えんのにな。50円くらいで買うメルカリで。絶対手前やん、そこなくなったの。あっさりしとんな、最後。これがね、効いてくるかもしれん、最後に。10円くらいだろ、こんな。じゃあ次、小林ね。はい。早く両替しろ、カッパが、お前。はい、やれよ。そんな顔で両替すんの。お前、どうすんねん。お菓子1万円も取るかな。5000円で5000円で1万円分取る、お前。取れるわけがない。アルチのこれ、見て分かったけど、やっぱもう、ぬいぐるみやるしかない。いや、むずいって。ちょっと黙れ。俺、こいつで、うん、頭を狙う。ああ、そうだね。頭だよ。賢い。あ、俺ダメだよ、体絶対やっちゃう。頭ってここ？ここだよ。ここだよ。行きます。頭が一番重い、これ自体に。無理やな。まず向きを変えなかんだって。え、俺向き自力で変えないかも。店、うん、員やれよ。ダメだよ、店員の力は足りない。ちょっと待って、ここに引っかかるの薄すぎるんだけど。あ、うまい。違う違う、ここのバーがこの辺に。あー、もう最悪の。ちょっと一回出して。まず春っちょ気持ち上がってきたわ。これの癖。こいつの顔めっちゃムカつくんだけど。こいつはうぜえな。あ、やりすぎた、頭じゃない。奇跡寄ってきすぎ。バグ。おこれ取りやすい。これやばい。これワンチャン取れるわ。ちょっと頭持ってひっくり返すのか。そうひっくり返す。そんだけ。さようなら、ゼバー先生。ワンチャンあるんちゃうこれ。あ、椅子にかかってる。現状維持。いや、マジで頭ひっくり返すわ。まだいける。さすがにこいつより勝っちゃう。高い。さあ、終わりですよ。ぜー。違う。あ、やばい、やった。でこいつがめっちゃうぜ。待って、これは無理か。めっちゃ無駄にしたやん。めっちゃ無駄にした。これそう、経験論があって、うん、俺の友達が昔あ、近っ、あの馬の四角いやつのぬいぐるみ持っとったから、そいつに形似てんじゃん。いや、知らんもん。そのぬいぐるみ何か知らん。取れるってことよ。いや、マジでこれあるわ。で、穴ね。いや、その時はおいバカ、いいよ。前にしろ、今の。あ、これ無理だ。諦め早っ。こういう丸いやつ取りやすい。これ横に丸いやつ。あ、ヒントくれた。一回タグ作戦やっていい？見えんやん、タグ。紐狙うんだよ。バカは分かってないらしい。おい、バカがおい。でも、これ、うまいかもしれん。絶望や。どうしよう。お疲れ様でした。またねだって。もう来るか一緒。やっぱタグだ。よし、タグだ。お前これ見ろ。これタグの輪っかね。輪っか出る。かわいい。あ、これこいつ全然興味ねえよ。あ、これ一回行けか。やばい。大外れやね。あ、ちょっとまたに。マンチンとマンチンに。うわ、くっついた。アホやな。誰がアホだって。あ、欲しい。こっち。お。あー、おー、でも。
いとこまで行っとるやん。え、結構いいとこまで行ったやん。勝ちです、これ見えました。勝ちですね、これ完成見えました。とりあえずアウチが追いつくか。うん、これ邪魔じゃない。後ろにやって滑らそう。かぶっ、わーい、わーい、実はめっちゃ、え、入っとるやん、バカ。これ入っとる。え、ちょっと待って、やばい、やばい、どういう状況？どういう状況？こいつの顔すごい。このままやろうよ。これこうやろう。奥に落とす。奥に落とせ。ただ多分取れるこれ。いきます。これただ奥にやるだけでいいよ。奥に落とす感じでいきます。一番奥で、一番奥で。さあ、ボンボンブリ移動しろ。いや大丈夫大丈夫。奥奥奥。オッケーオッケー。おっ、おっ、えー、あと押すだけやん。これ取れてんじゃないんすか。いや、あと押すだけ。挟まった。半分やん、半分。今すぐ助けてあげるからね。お前に助けられたくねえわ。あとバード押すだけだよ。あー、いったんじゃない。おお、あと少し、あと少し。オッケーオッケーオッケー。いったいったいった。いいいい、落ちてくれ。でももうあと簡単じゃね。あと行ける、押すだけだもん。はい、ガン、ボンバーちゃん。はい、ガン、ボンバーちゃん。ちょ、何使っとんの、このコンバーで。うるせえって。あと一歩が深い。本当は滑らせるのか。ああ、そうだと思う。俺、じゃあ、新たな形なんだ。そう。ここでいい、ここで。このぬいぐるみのど真ん中をかな。そうそうそう。ああ、欲しい。おお、いけた。さあ、来ましたよ。よかったや。来ました。一番似合わんな、お前。かわいそうに、ぬいぐるみ。これでハルチと同等ぐらい。ああ、まあでもちょっと小林の方が価値高いかもしれない。まあまあ、それは後で考えよう。これやんの、これ見つけました。絶対取れます。かわいいよ、お前も。いや、ブスだったわ。ナマズみたい。ナマズみたいよ。リアルナマズ。お前はいつもそんな感じだから、いいよ、やらなくて。待て待て、 これでも簡単そう。ずらせばいけるやろ。また穴作戦行こうかな。穴作戦やる、ね、本当に穴好きだな、お前。そうだよ、女のね。気持ち悪い。こうチューブを引っ張ったらさ、ビヨーンって取れそうじゃない。ちょっとお前、本当に頭いい。もうありがとう。全然いいって。こっち行くか。そうそうそう。いや、やめえそれ。悪くない。間に入ってくれれば。え、ちょっとあると思う。ビヨヨン。クソアドバイスしちゃう。え、でも狙い場所めっちゃ良かったよね。チューブが硬かった、俺が思ってる。じゃあ、あと1回だけやらせて。また同じことしてる。おお、無理か。これあるぞ。あ、うわ、惜しい。よし、諦めよう。これ高いぞ。これ取ったら勝つだぞ。崩すだけ、うん、めっちゃ簡単じゃん。サービスや。え、崩せばいいんでしょ。崩せばいい。え、これで取れて。取れないよ。いや、でも価値は松坂家の方が高い。松坂家の方が高い。いや、これ取れた。やばいやん。パンチある。意外に強いんだな。あ、なるほど、取れんわ。じゃあ、このそのカレーとカレーとの間にバーが入ればワンチャンある。もういい。もういいです。俺は松坂牛ビーフカレー卵。やばく価値あるものになってくわ。そうだね、価値あるのやった方がいいわ。これはどうやるんですか。口の落とすだけでしょ、こんなん。口に動かすだけじゃ取って取らんもんだろ。ゴムになってる。お、え、え、穴に落ちたら全部落としたら乗らんやん、この上に絶対。つまり全部落とします。全部落とす。これで全部落とします。全部落とす。よっしゃ、見えたぞ。おお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 落ちないんだ。落ちないんだ。あれ落ちないんだ。あ、いけるじゃん。あ、あったあった。あ、こいつにめっちゃ手間どうじゃん。ちょっと待ってください。下手くそやな、お前。本当に一回で試そうか。落ちるよ、これは。おー、ちょっと待って、今怖い瞬間
見えた。あ、これね、ちょっとね、上がってますね。あ、斜めになってますか。うん、やってますな、これやってんだ、やってんだ。彼氏と同じやり口だよ。怖いもん見えた。キュンって止まったの。あれすらもお前量ができるんちゃうの。まず奥に行かん、これでしょ。無理やん、こいつコロナ払っちゃいかて。何今の。なんで2個1キロ落ちたの。取れとらんかった。重いわ。行ってよかったね。これさ、もったいねえからもう全部行けよ。後ろの行っちゃうよ。これもう負けた。これもう負けだな、ハルチ。あのね、こいつがむずいんだよ。もうなんもできや。これどうしようもう乗ってなくて何もできんわ。ちょっと一回やりましょうか。どうやって、もう行くわ、もう行くわ。多分いけるじゃん、これね。いけるようになってるからね。多分いけるでしょ、下まで。いけないだろ、絶対。いけよ。残り400円だよ。400円。お前それやると、絶対取れるから。だって見て、半分以上が狙えるのも、この赤のマークのやつがあるやん、うん、これを狙えないところに止めると。そうすると落ちると。でも落ちてもさ、パターンでなっても落ちるとは限らんくね。え、そしたら切れるよ、この店。オッケー。どういう感じで止まるか分からない。あ、そう、すぐ止まるのね。わかりました、あと3回でやりますよ。今日見てたね。おー、落ちた。え、何の無意味やん。この辺だって。ラスト1回じゃ絶対取れんけ。はいはいはい、はい、よし。あ、もう無意味だ。何の終わりました。小林が取れたやつ。小林が取ったのはこんだけ。これマジでいい。いや、これはでも勝っとんじゃない、さすがに。だってさ、宮崎牛と高級牛だよ。そうだ。これ1個だけもらうね。いいよ。嬉しそう。じゃあ俺が見せたるか。俺が見せてもらおうか。次回とかまで。俺の作戦は、まずお菓子を大量に取る。こいつ保険をかけてから、ぬいぐるみに挑む。本当に言うこと正しくないから。どの UFO キャッチャーで狙うか気になりますね。よっしゃ、さあ、5000円分。そしてこれを10円に。おい待って、こいつ、やっぱ10円 UFO キャッチャーってあるんですよ、ここに。こいつ10円 UFO キャッチャー狙っとったが。とりあえずは10円で。任せとけ。あ、俺の10円が。あ、いや、もうやっとるやん。これ10円なんだ、マジでやばいやん。これさ、100円とかやん、普通は。おい、俺も10円かい。100円ぐらいむずいぞ、これ。なんだろう、これで100円費やすわ。これ取れて当たり前じゃねえのか。さあ、狙いを定めて。完璧。うわぁ、これどこに落ちそう。手前でいいか。え。よし、これ1個。お前1個でどうにかなるか。ダメだ。めちゃくちゃ得たよ。これいきますか。やってやれよ、これで。普通にむずそうですけどね。しっかりむずそうだけど。おっ、うわぁ、まず1本か。まず1本。これもう俺、これから2時間ぐらいずっとやっとるから。さあ、まあでも全然まだ価値は超えてねえからな。これ何十本分だぞ、ぬいぐるみを超えるには。あー、お前これミスったの痛くない？結構これ毎回取らんともったいなくない？やばい。おい、終わったやん。あれ、あ、1個取った、1個取った。ちょっと早いうちに10円見切りつける。まずお菓子を大量に取る。早ー、結局ぬいぐるみか。どうする、これやる？これはね、ちょっとずらすだけでいいのよ。ちょっとずらすだけでいいから。それがむずいっつってんだよ、お前。ちょっとずらすだけでいい。お、なんか狙いが通だ。ミスった。反対やればよかった。なんか狙いがちょっと、なんかお前いきっとんな、狙い方が。こういうのは普通の人がやるようなやり方じゃ絶対無理だから。これの方が美味しそうだよ。関係ねえんだよ。美味しそうでやってねえんだよ。お、やばいやばいやばい。意外にずれんな。お、やばい、嘘。大きい動きあるけど、なんか…いや、これ知ってるわ。もうこれ、これ。いや、少しこれ食べないからね。これ食べないから。やるわけねえ。うわ、やばいやばいやばい。嘘やん。いや、逆にこれがあれじゃない。こっからいけるじゃん。逆にこっからよ。あ、いけそう、いけそう、いけそう。嘘？これいけるか？
何何何を考えとるの。意味ないからそれ。あれちょっとずれたかも。気づいたか。ちょっとずつずれてることに。何言われてる。ちげえだろお前。あ、危ねえ危ねえ。こい、マジしてんだよ。もっと妨害しろよ。カラクリ。ざわれ、ざわれ、ざわれ、もういいよ、もうやめて。お互い様だよ。お互い様だよ。うわこれむずいわ。よしよしよし。さあ、おいおい、まだ変なお菓子1個だけや。どう乗り切る気？人形いてよ人形。欲しい。俺電車好きだから、うん。ちょっと一回挑戦してみる。どんな感じかっていうの。どういう感じで動くのかっていうのをちょっと様子見したい。あ、頑張って。絶対頑張る。お前もう一発逆転狙うしかねえんだよ。一発逆転のぬいぐるみ行くしかない。見てくれ小林。あ、カエル化するってこいつ。海のこの輪っか、剥き出しの輪っか、これを狙いに行く。結局輪っかないよ。あれ、あ、これで上か。知らんかったわ。あ、これだ。あ、でもまだ可能性あるぞ。油断してる。早ー見切りつけるの。これが勝つ必勝法。海のこれ簡単に取れるようであれば、だって落ちてもさ、5分の3で勝てるわけやね。まずこれを落とせるかというところにもなってきますけどね。え、あ、残念残念。あ、もう残念に行くようになっとるんや。おい、カイジのやり口やん。いや、これ諦めきれん。これカイジのやり口やぞ。大丈夫か、これ。ないな。おい、カイジのやり口だ。あるこれマジでむずい、無理やん。え、これおめでとうに行く可能性が低すぎる。でも大体さ、全部落ちるやん。それでも、取られる。もう落ちんだろ、さすがに。あ、そういうことか。そうかそうか。これでもう埋まっとるから、次これでいける作戦。おいおい、何それ。おい、何それ。あ、まあ、じゃあまだこっちもあるわ。いや、また女全部落としてくわ。バカっぽいわ、やり方が。全部落としてくわ。カイジやん。俺、めちゃくちゃ無駄にしたわ。カイジです。これはね、いいよ。これを何個か取ればね、何か取れれば可能性あるんだけどね。取れるか。いや、それか俺のあの、え、え、これこれあるな。あれ待って、これも同じやつじゃないやんね。違うでしょ、これ。これ同じじゃないでしょ。ああ、ありがとう。くそが内容が違うだけ。絵が違うだけ。そう。うわ、でもこれみんなね、おすすめだよね、これマジで。すぐ取れるのこれ。さあ、ここでミスらんのでかいな、お前。順調だもん。うまくね、俺真ん中取られるの。うわ、ここミスってないのでかいわ。うわ、いや、ここね、なんかちょっと上がったんだよ。え、あ、やめろ、ムカついたもん。理由ムカついたから。やっぱ一撃行くしかねえ。もう一撃行くしかないぞ、もうここまで来たら。全然順調じゃない今。お前行っとくか、猫ちゃん。今の作戦は長いやつ。これってくっついたのかな。で、ちょっとこれ行くわ。後ろの猫がムカつくな、顔が。これ、あ、ワンちゃん穴入る。これくっついとったのでかいな、あの穴が。え、あれ、これくっついとんの。くっついたのかな。諦める。え、お前やばいぞ。かわいい。俺もう決めた、俺こいつに全財産。さあ、もう一発逆転。でもこいつを取ったとしても俺たち勝ちかかってるかっていう。いや、勝てるやろ、これはさすがに。お、お、珍しい、見切りをつけず。今なんだ、俺には今しかねえ。頼む、外に行け。そっちじゃねえけど。あの、意外となんかこう、こすって。マジでまだ、まだ分からん。マジでマジですごくね、普通にマジ2回だよ。ということはもう1個ぬいぐるみいけば勝ち確だね。あー、使用量でいきます。重い方向をこっち持ってきます。簡単コツ掴んじゃったわ。あれ逃げてた後ろの猫見て。
嘘でしょ歩きなくなるわあれ。あ、入ってないか。あ、ちょっと一回握りつけるか。いや、カイタもあとぬいぐるみ1個取れば勝ちなんだよ。ちょ、こいつ見て、めちゃくちゃおもろいでしょ。お前見せろよ、見せろよ。男気見せたるわ。頭の方掴んで、こっちに寄せたいの。おー、うまい、うまくね。ほら、うわ、うわ、うわ、ね、セバスチャンがこっちを向いている。やばい、いや、待って待って、これマジであるぞ。これ取られたらやばい。こいつマジうぜ。ちょっと待って、あれチャンスじゃないこれ。チャンスの時間。さあやばいぞ、お前がこれ勝つか負けるか決まるで。戻る戻る戻る勢いで。ああ、あの戻す勢いで戻ってくる勢いを取った。やられた。あ、もう勝ちですね。いや違う、まだ俺と同点くらいやろう。いや、ここから俺との勝負だ。オッケー、ハルチ絶対ぶっ飛ばすわ。俺は松坂牛と宮崎牛だぞ。カイトと俺同点くらい。さあ見せてくれ。行くぜ。もう一つ、こういう系好みにやるしかねえ。いいこれ超悪い。さあ残り何個だ。残り900円。いけそうな気がするぞ。全然いらんけどな、これ。いらんけど、いや、マジでやばいや、これ。いらんけど勝つためや。ちょ、もう一回スイッチ。それか右側狙うか。こっち。ベスト、ベスト。あ、でも動かん。めっちゃ動かんわ。パンチングマシンあるわ。いや、関係ねえだろ。何これ。あ、こういうやつだ。向こうだ。あ、得意よ、得意よ。やばいやばい、あと1個取られたら。あ、やべ、横完璧。早っ。え、どういうことか。早いわ。やばー。え、お前さっきの上手かったよ。惜しい。これあるな、可能性。いるか。入った入った。え、うそやー、負けました。うせー。いや、大選び良かったな、かなり。だからすぐ見極めて逃げる。ちょ、お前さっきこのワンちゃん2回で取れたので、これも取れるんですか。もう一回取ろう。もう一回取った。回数の話にプレゼントする。さっき2回でいけたもんね、これ。現実的にもこれも2回でいける。再現性だから、UFO キャッチャー再現性だから。全然さっきの状況違いますけどね。あと1回ケツ側動かすわ。え、やばい、勝ったんちゃうか。めちゃくちゃ肛門向けてきたんだけど。残り2回。嘘、これ限界。あ、かわいそうかわいそう。無理だな。あ、お前もいい、これでかけろ。この紐にさ、元栓かな。ああ。そうそうそう、そしたら重心がケツだからさ、こう向くやん。ちょっとそれで一回かけます。うわ、欲しい。あー、この紐ね。天才的だった。終わりました。終わりました。一回車戻るか。まあ、これは俺のターンはこんだけということ。いや、これいくら取るの。またどうしてはい、ということで帰ってまいりました。陽キャッチャーやってった順に取れた商品を紹介して、まあ勝敗つけようやということで、ハルチからお願いします。はい、景品取れた数3つ。あ、3つね。はい、1個目はさ、カービィ。はい、価値がないです。価値の無価値無価値。金額としたらまあ100円ぐらいだろうね。はい。あ、まあぬいぐるみ、これはまあまあまあ500円ぐらいはいくんじゃない。最後何じゃそれ。ゼロ。じゃあ、これだ。合計600円ですね。ということで、まあ損失4400円。おい、損失考えるな。マジ損失やべえな。はい、じゃあ次小林。はい、コンボクリーム、ポンペアパパゴーカ。やめろ、もう俺が目指すから、ここ、こうやって。もう本当に友達辞めたい。ビジネスパートナーだと思っといて。そうする、本当にただの仕事仲間としてやってます、うん。次は、卵ですね。内容はビーフカレー、しかも神戸牛、宮崎牛だ。それいくらぐらいだと思う、自分で。1万。店が潰れる。卵開けますね。
一個だけやん。普通のやつって何個も入ってない。ちょっと開けてみていい？おい、しかもこれもさ、なんか使えそうじゃない？まあじゃあ一個500円。あ、500円だね。500円。で、こいつは700円くらい。まあ700円やな。小林が持っとくから落ちたの。おい、どういうことだそれ。500円。あ、500円やな。ということで、まあ、1500円ってことで、損失損失3500円。そう言われるとうざいな。はい、じゃあ次俺のターンいきましょうか。まず最初に、まずこのねるねるねるね。いや、これまずでかいからね。めっちゃ入ってるから、これ多分。ほら、え、2個やん。え、欲しい。2個でもねるねるね1個200円ぐらいしね。だから全然リアルでも400円。じゃあまあ500円やな。いや、でもこの、じゃあこの箱っていうあれがあるから、これなんか貯金もこれ使えるから別に。はい、次2個目、スティックフィナンシェ。まあ1個100円かな。まあ100円か、150円じゃない。うん、100円。200円ね。700円です。はい。あー、でかい。こいつでかいわ。可愛くね、これ。でけえしな、まず。しかもティッシュホルダーとして使える。これ1000円ぐらいじゃん。1500円じゃない。まあ1500円ぐらいかな。こういうの、いや、だってこういうのお前イケアでさ買ったら結構するよ。はい、ということで、まあじゃあ僕の合計が2200円。うわー、2200円ということで、余りが2800円で、まあ当たり前のように僕が優勝ということで、ありがとうございます。結局俺ら全員損してますからね。だってスイッチとかなかったもんな。あったらいけとったな俺多分。バカでしょ、スイッチ置く店。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、クレジットカードの番号を、私たちアマゾンの欲しいものリスト送るので、お金ください。それお金かい。バイプレゼント。欲しいものリスト。バイバイ。